皆さんこんにちは。1975年に資生堂の CM で日本デビューし、抜群のプロポーションで注目を浴びた元祖グラビアアイドルのアグネス・ラムさん。アイドル歌手至上主義だった芸能界に突然現れて、可愛い容姿だけで芸能界をのし上がった女神なんて言われている彼女ですが、現在は一体何をしているのでしょうか。あの頃活躍していたアグネス・ラムさんも現在67歳、実はもう亡くなっているのではと噂にもなっています。今回はそんなアグネス・ラムさんについてさまざまなことを調査してみましたのでご紹介いたします。是非最後までご覧ください。アグネス・ラムさんはハワイ・オアフ島生まれ、父親は中国系アメリカ人で母親はアメリカ人です。豊かなバストを持つ抜群のプロポーションで注目を浴び人気が沸騰。雑誌グラビアや CM に引っ張りだこに、容姿のみでのし上がったアイドルとも言われています。そんなアグネス・ラムさんはデビュー前はホノルルのモデル事務所でアルバイトをしていたそうです。しかしアグネスさんはその事務所でモデルではなく事務仕事をしていたというので驚きです。ある日、資生堂のスタッフが現地の人間をエキストラで雇うために事務所を訪れた際、スタッフが目的も忘れてスカウトしたのがアグネスさんでした。今では当たり前となっているアイドルとビキニの融合ですが、それを最初に取り入れたのはアグネスさんです。当時の日本はタンクトップ系もしくはスクール系の水着が主流で、肌見せの多い水着への抵抗が大きい文化でしたが、ハワイで生活をしていたアグネスさんは全く抵抗なくグラビアに挑戦していました。さらにアグネスさんは芸能界でもちょっと見ないレベルの神秘的で美しい容姿をしており、水着を見事に着こなしていやらしさのかけらのない姿を見せつけました。そんなアグネスさんの姿に多くの女性も感銘を受けて、日本にビキニ文化が取り入れられるきっかけとなったそうです。ハワイ出身ということもあり、水着姿が浸透していたアグネスさんでしたが、驚きなのが実は金槌で全く泳げなかったということ。水に入る時にはスタッフに支えられていないと不可能だったし、 CM で水に飛び込まなければならないことがあった際は泳げないと言い出せずに恐怖に打ち震えていたそうです。このようにモデルとして人気を博したアグネス・ラムさんでしたが、その芸能人生は伝説にあふれていました。1975年頃、日本に居住して仕事を続けることを大西氏、後のスペースクラフト代表から説得されたそうですが、寒さとホームシックを理由に断り、ハワイを拠点に活動するという条件で帰国したアグネスさん。1975年11月にはライオン油脂のエメロンミンキートリートメントの CM 出演が評判となり、たちまち大人気に。デビューして1年足らずでコカ・コーラにトヨタ自動車、旭化成に資生堂、ライオン、象印、ダイハツなどなどたくさんの CM 契約を勝ち取りました。またダイハツの CM に出た後には、なんと車という高額商品にもかかわらず売り上げが2倍になるという伝説まで作ってしまったそうです。渋谷東急百貨店で行われた写真サイン会では、会場にファンが入らず隣の関係ない建物の屋上にまでファンが埋め尽くしたという伝説も。他にもオフイベントをしようものならファンは当然のように暴徒化して、消防車やらパトカーやら毎度公共機関を用いての脱出をしなければならなかったほど。さらに「紅白歌合戦」では歌を出していないのに応援ゲストに駆けつけるなど、もう間違いなく人気で言えばアグネス・ラムさんは頂点に立っていました。そしてあの人気作品「うるせいやつら」のラムちゃんはアグネス・ラムさんがモデルだという話は有名です。藤子不二雄 A 氏もアグネスさんを題材にアグネス・ラムのことばかり考えてしまう高熱伝染病が蔓延する若者たちの話を書いていますし、こち亀のラム巡査もアグネスさんがモデルだそうです。このように人気漫画家がこぞって題材にするほどアグネスさんの衝撃は前代未聞でした。一度も途切れることなく続いたアグネス・ラム人気でしたが、1983年ついに引退の時が来てしまいます。アグネスさんが27歳の時でした。引退した理由は2つ。1つはアグネスさんの関わっているハワイの新人モデル教育の仕事が忙しくなったこと。2つ目は実家のあるオアフ島での生活の比重が増えていったことで、もう芸能界はおしまいかな、いい機会だし引退しようということだそうです。このように大人気のまま優秀の美を迎えたアグネス・ラムさん、引退後プライベートではどのように過ごされているのでしょうか。アグネスさんは1986年に幼なじみであり、高校時代の先輩の男性と結婚しました。すると男性ファンからプロデューサーやら社長じゃないと評価がまた爆上がり、アグネス・ラムは性格まで良いやん、資産家じゃない、社長じゃない、一般男性の幼なじみと結婚するとか素敵やんとたくさんの人から祝福されました。旦那さんのお仕事は船長、リゾートアイランドならではの仕事で観光客をカジキマグロ釣りに連れて行っているそうです。アグネスさんが日本で活躍している頃に旦那さんの方からプロポーズしたそうですが、アグネスさんは仕事が忙しいからと最初は結婚を断っていたそうです。しかし引退までの数年間ずっとハワイで待ってくれていた旦那さん、1983年に引退後ついに結婚を決意し一緒になったそうです。結婚した翌年の1987年には双子の男の子を出産されました。その10年後にダイハツのパイザー CM キャラクターに抜擢を受けたアグネスさんは40歳でも変わらぬ美しさで息子2人と共に出演しています。そんなアグネス・ラムさんももう67歳。気になる現在についてですが、夫と共にハワイに住んでおり、双子の息子は2人とも結婚し、息子一家と共に家族みんなで幸せに暮らしているそうです。社会現象を巻き起こすレベルの知名度を誇っていたので、何にも音沙汰がないことで亡くなったのではないかと噂が流れたり、検索をかける人が多く死亡説が浮上してしまったようですが、現在も健在であり、そういった事実はありません。アグネスさんは観光事業の事務の仕事をしながら、家では庭の手入れに家庭菜園にと精を出して家族の健康について日々考えていることが多いとか、食事は毎日必ず家族全員でとるようにしているそうで、どこまでも温かみあふれる日常で微笑ましいです。皆さんいかがでしたか。今回は元祖グラビアアイドルのアグネス・ラムさんについてさまざまなことをご紹介いたしました。アグネスさんは今でも旅行で日本に来ることがあるそうです。たまに日本での出来事を思い出しながら大好きな人たちと一緒にこれからも幸せに過ごしてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。